受信用の一つのビットコインアドレスと支出用の対応する秘密鍵で構成される紙の印刷可能なビットコインウォレットの例。暗号通貨ウォレットは暗号通貨取引のための公開鍵及び、または秘密鍵を格納するデバイス、物理媒体、プログラム、またはサービスである。さらに、鍵を格納するという基本的な機能に加えて、 暗号通貨ウォレットは情報を暗号化または署名する機能を提供することが多い。例として、署名はスマートコントラクトを実行したり、暗号通貨取引、本人確認、法的な文書にサインすることなどに使われる暗号通貨トランザクション、識別、またはドキュメントの合法的な電子署名を実行する結果になる。鍵を格納するという基本的な機能に加えて、 暗号通貨ウォレットは、下記の特徴を持っていることが多い。ウェブベースの暗号通貨取引所から、ハードウェア暗号通貨ウォレットへの実際のビットコイントランザクション。シンプルな暗号通貨ウォレットには、公開暗号鍵と秘密暗号鍵のペアが、含まれている。それらの鍵は所有権を追跡したり、暗号通貨を受け取ったり使ったりするのに利用できる。公開鍵を使用すると、 他のユーザーはそれから派生したアドレスに支払いを行うことができ、秘密鍵を使用すると、そのアドレスから暗号通貨を使用できる暗号通貨自体はウォレットには存在しない。ビットコインとそれに由来する暗号通貨の場合、暗号通貨は分散的に保存され、ブロックチェーンと呼ばれる公的に利用可能な 分散型台帳に維持される、井戸と卒業証書を提供し、暗号ウォレットアプリで、アプリケーションフォームにデジタル署名します。いくつかの暗号通貨ウォレットは、フレームワークに互換性を持たせるように特別に作られている。ヨーロッパ連合は、ヨーロピアンブロックチェーンサービスインフラストラクチャ上で、動作するアイドズ互換のヨーロピアンアイデンティティ、フレームワークを作成している。 エブジーウォレットは情報と移動を提供し取引に署名するように設計されているマルチシグネチャウォレットは一人の署名者が必要なシンプルな暗号通貨ウォレットとは異なり複数の署名者が取引に署名することを必要とするスマートコントラクトであるマルチシグネチャウォレットはセキュリティを高めるように設計されている暗号通貨の分野でスマートコントラクトは 暗号通貨取引が署名されるのと同じ方法でデジタル署名される。そして署名キーは暗号通貨ウォレットに保持されている。決定論的ウォレットクリプトウォレットの決定論的ウォレットシードフレーズ。非決定論的ウォレットブラウザを通して使うウォレットスマホなどモバイルにインストールする。スマホ用のアプリとして使われる。ソフトをパソコンにインストールする。 専用のハードウェアの端末を用いるウォレット。秘密鍵にアクセスするために必要なコードなどを印刷して用いるウォレット。ホットウォレットとコールドウォレットの一番大きな違いはオンラインであるかどうかだ。ホットウォレットは常にオンラインであるのに対し、コールドウォレットは常にオフラインである。ホットウォレットはオンラインであるため、資金を動かしやすいというメリットがあるが、 ハッキング被害に遭いやすいというデメリットがある。一方、コールドウォレットはオフラインであるため資金を動かしにくいというデメリットがあるが、ハッキング被害に遭う危険性を最小限にして秘密鍵を保管できるというメリットがある。ハードウェアウォレットやペーパーウォレットなどのコールドウォレットを使うときはウォレットをなくさないことが大事である。ハードウェアウォレットに関しては秘密鍵、 パスフレーズを忘れると復元できないので注意が必要である。取引所からウォレットに送ることやウォレットを買える場合に間違ったアドレスに送金するとお金を取り戻せなくなる。パソコンがウイルスに感染してないか確認が必要である。ありがとうございます。